こんにちは、ゆかです。今日私は WWDC に参加するためにアップルの本社に来ています。この動画では今日発表されたビジョンプロ、もう目玉の目玉ですね、について詳しく解説していきたいと思います。今日実際に私は実物も見てきて、実物を見た時もめちゃめちゃかっこいいし、本当に SF 感がすごくて、このデザインで本当にこの機能が全部使えるのかみたいなそのなんか見た目のかっこよさっていくらでもね、なんか出せると思うけど、このかっこよさの中にこのテクノロジーが詰まっているのかって思うと、めちゃめちゃテンションが上がりました。アップルの発表でもヘッドセットっていうことは一切使っていなくて、空間コンピューターっていう新しいジャンルみたいな感じで言っているので、ヘッドセットと私も呼ばないようにしようかなと思うんですけど、確かにコンピューターと言わざるを得ない、デュアルチップでアップルシリコンが2つ中に入っています。なんか見た目的にはちょっとスキーゴーグルっぽい感じですけど、いろんなところに AirPods Max についてるようなボタンがあるとか、 AirPods Max とか Apple Watch についているデジタルクラウンみたいなボタンがついていたりと、結構なんか親しみのあるハードウェアデザインみたいなところもあって、そういうなんか一貫性みたいなところもありました。ということで早速できることから話していきたいんですけど、このビジョンプロでできること、まず1つ目、これがめちゃめちゃ大事なんですけど、 Mac とつなげることができるんですよ。 Mac とワイヤレスでつなげて、しかもなんか見るだけでつながるっていう、ちょっとどういうことっていう感じなんですが、つなげてディスプレイを、まあ、その AR 空間というか自分の目の前にどんだけ大きいモニターを作ることもできるし、複数枚のモニターを作ることもできるし、実際にはすごく狭い空間にいたとしてもすごく広い視野でスクリーンを使えるっていう感じです。そしてエンタメ的にもやっぱりね、その大きいスクリーンで映画を見たりとかゲームをしたりとか、そういったことももちろんできるし、 3D 映画も見ることができます。最近映画館でも 3D 上映ってあるじゃないですか。なんかちょっと特別なグラスをかけて見ると思うんですけど、そういう映画がビジョンプロをかけてその中で見れる、ですごく 3D に感じるらしいんですよ。これはね、もう見てみないとちょっと分かんないけど、今までの VR とかとは全然違う感じらしいんですね。もうデジタルクラウン、さっき言った右上かなについてるんですけど、そのクラウンを回すことによって、いわゆる AR 的な感じで現実世界の上にその UI とかがオーバーレイしているっていう状態から、 VR 的に全く現実世界が見えなくて、全部360度バーチャルっていう状態へのこの移り変わりというか、0から100みたいなのをデジタルクラウンを回すことによって行き来することができます。あとはなんとビジョンプロはカメラでもあるんですね。というかカメラがめちゃめちゃいっぱいついているんですけど、 3D 写真や 3D 動画を撮影することができるアップル初のカメラです。カメラはね、全部で12個ついてるんですけど、そのうちの外側にあるものを使って、目の前に起こっていることを左側のトップボタンを押してキャプチャーすることができます。で、その撮った映像や写真を空間再現写真、空間再現ビデオというらしいんですけど、それをビジョンプロの中で鑑賞することができます。これもめっちゃなんかハリーポッターの世界とかSF の世界で見たような、本当に思い出をそのまま 3D で見るみたいな感じみたいなので、これもねぜひぜひ早く見てみたいです。次にフェイスタイム通話もビジョンプロの中でできます。これもまあ他のアプリみたいに通話してる人のウィンドウみたいなのがいろいろ出てきて、その人がいる場所の方から空間オーディオで声が聞こえてくるっていうのもあるんですけど、ビジョンプロを私がつけてるとしたら、私がどう向こうに見えるかというと、なんとなんかアバターみたいなペルソナという機能が入っていて、それで自分をまずスキャンして、それをベースにアバターみたいなのを作ってるんですけど、そのアバターの目の動きだったり手の身振り手振りみたいな動きをビジョンプロについているカメラとかセンサーを使ってリアルタイムでフェイスタイムで使えるような感じで生成するみたいな、そういう仕組みになっています。これもどれぐらいリアリティがあるのか、もしくはちょっと不気味だったりする可能性もすごくあると思うので、その辺もめちゃめちゃ気になります。あえてミ文字みたいな、アニ文字みたいな感じのデザインじゃなくて、超リアルな本当に 3D スキャンしたみたいな感じの
アバターを作っているので、これがどんな感じかっていうのはめちゃめちゃ気になります。こういった新しいデバイスが出てくるときって一番ネックになるのがそのやることがないっていうか、アプリがないっていうのがすごく大変な部分だと思うんですね。他の他社の VR ヘッドセットとかでもハードウェアはすごいけどソフトウェアがないっていう状態が結構その新しいデバイスだとあると思うんですけど、アップルのすごいところはもうこのエコシステムがすでにあるから、iPhone とか iPad のアプリがそのまま Vision Pro の中でも使えます。アーケードにすでに出ているゲームとか Vision Pro 側でも使えてしまうので、これがね結構最強な部分かなと思います。 Vision Pro の中に入っている OS が新しい Vision OS という OS です。この OS によってコントロールの方法もめちゃめちゃ革新的です。そもそもコントローラーがなくて自分の手と声と視線で全部コントロールできます。 UI の上をこう視線を動かすだけでブラウズしたりとか、指でちょっとこうタップしたりとか、手首を上下に動かしてスクロールしたりとか、声で文字入力をすることもできます。で普通こういう時ってなんかマイノリティレポートとかだとなんかシュッシュッシュッみたいな感じでめっちゃこうやって超大きく手を動かすと思うんですけど、これはあんまり手を動かさなくてよくて、こう下に置いてる状態でセンサーとかカメラ結構下向きについてるっぽいので、膝の上とかに置いてちょっとこうピッピッってやるだけでその動きをキャッチしてくれます。そしてね、アイサイトっていう機能がありまして、これがねめっちゃ面白いんですけど、ビジョンプロをつけている人とつけてない人がいるときに、つけている人につけてない人が近づくと、つけてる人は中からそのつけてない人が近づいてきたことが UI の中をかいくぐって見ることができます。で向こうからもそういう状態になったときに外側のガラスのところがちょっとディスプレイになっているので、そこにそのつけてる人の目が映るんですね。内側にカメラがついてるからその目が外側に映っていて、ちょっとなんか透明なゴーグルみたいな感じに見えるっぽいです。で逆にすごいなんか VR 状態だったりとか何か作業に没頭していて相手が見えてないよっていう時は外側にその状態が現れているので、こちらが見えているとかこちらが見えていないっていう状態がビジョンプロをつけてない人からも外から分かるようになっています。この目が透けている UI がちょっとやばいっていうか、本当になんかこの発想すごいなと思って、実際につけている人を見たいですね。早く、すごく気持ち悪いのか自然に透けているように見えるのかめちゃめちゃ気になります。そしてこのデバイス自体のデザインの話ですが、外側はガラスでできていて、その中にカメラとかセンサーとかいろんなレンズが入っています。内側のディスプレイの部分ですね、これはもう切手サイズとかめちゃめちゃ小さいディスプレイなんですけど、これがミニ OLED になってて合計2300万のピクセルを詰め込んでいます。高色域とハイダイナミックレンジも表現できるので、すっごく高性能な 4K テレビが目の前にあって切手サイズみたいな感じで、ピクセル数もその 4K テレビ、 4K テレビでめっちゃ大きいじゃないですか。 4K テレビのピクセル数がこの切手サイズのところに詰まっているっていう状態です。であとね、メガネをかけている人、そういった方は専用のレンズを別売りで視力矯正ができるレンズを買うことができます。これがなんかザイスのオプティカルインサートなんですけど、別売りでまだ値段が出てないんですけど、まあ結構高そうですよねだけどメガネユーザーの方もそういったオプションがあります。そのレンズはマグネットでパチッとレンズ部分にくっつく形です。目の周りについているクッションみたいなところが遮光パッドになってるんですけど、これも遮光なんで光を遮らなきゃいけないから、いろんな顔の形によってその、ね、鼻が高い低いとかあると遮光しきれないとかっていう風になっちゃうと思うので、いろんな形の別のアタッチメントがついていて、顔の形に合ったものを選択してそれをつけるという感じになります。後ろについているヘッドバンドも、これもね取り外しが簡単にできるので、サイズとかスタイルを変えて、まあ、アップルウォッチのバンドみたいな感じで取り外すことができます。横にフィットダイヤルっていうダイヤルがついていて、そこを多分カチカチカチってなるのかな、回すと、サイズを微調整することができます。ビジョンプロの下側のところにサーマルシステムがついていて、熱をね排熱するファンみたいなところがあります。
そして最初の方に言っていたチップですが、皆さんおなじみの M2 チップと新しい R1 チップという専用のアップルシリコンのチップが入っています。 R1 チップはこのいっぱい載っているカメラとかセンサーとか、マイクとかそういったものに最適化しているチップで、映像にラグがあるとやっぱ VR 酔いみたいなことになってしまう原因になるので、そういったことがあまり起こらないようにめちゃめちゃ高性能でめっちゃ高速にデータをやり取りできるっていうチップです。そしてさっきもちょっと言ってましたが、センサーとかカメラとかめちゃめちゃいっぱい載ってます。12個のカメラ、5つのセンサー、6つのマイクが入っているんですが、まずねライダースキャナーとトゥルーデプスカメラが連携していて、これで周囲の状態をスキャンして 3D マッピングみたいなものを作って、今いる空間を認識して、その上にうまくUI を表示したりすることができます。すごく自然に見えるのがやっぱ影が落ちたりとかする表現があるんですけど、そういうのをやるためにはどこに床があるのかとか、どこに物があってそこにこう反射したりするっていうのを見極めなきゃいけないので、そのために空間をスキャンするライダーセンサーとかがついています。でそれとともに高解像度カメラが2つ外側についていて、それによってさっきの 3D マッピングとともにその映像自体というかそういったものも正確に見ることができます。そして頭部の動きと手の動き、これも全部ね認識していて、その動きによってジェスチャーを理解してその UI に反映したりっていうこともしているので、そういった動きにも対応しているカメラです。内側には LED と紫外線カメラがついていて、それによって正確なアイトラッキングをしています。このアイトラッキングで UI をナビゲーションしたりするので、かなり正確じゃないとその見ただけでここに選択みたいなことって難しいと思うので、すごい精度で見ているんじゃないかなと思います。あとはね音質ですけど、空間オーディオシステムがヘッドセット自体についていて、オーディオポットと呼ばれる膨らみみたいなのがサイドについています。この2つのドライバーが独立して音を出していて、それによって空間オーディオに感じられるようになっています。充電とバッテリーについてですが、電源に直接接続することもできて、そのまま充電したまま使うことができて、その場合はずっと1日中使えるんですが、コンセントにつながっている状態が嫌っていう場合はバッテリーパックのようなものがあって、それをつけるとだいたい2時間ぐらい持つということです。でこのバッテリーパックがなんかまあこれぐらいの初代 iPod ぐらいのサイズ感で、ちょっとその見た目もなんかシルバーな感じでそんな感じだったんですけど、それがまあつながっていてポケットとかにそれを入れてワイヤレスで使える感じです。多分このヘッドセットについているところはなんか丸いところからケーブルが出ていて、多分なんかちょっとマグネットな感じでマグセーフっぽい感じでつきそうだなって思ったんですけど、実際に触ることができなかったので実際どうなってるかちょっとわからないんですけど、そういった感じの接続でした。そして重さもまだ明かされておりません。どれぐらい重いのかわからないんですけど、まあやっぱりねこんだけセンサー積んでたりとかガラスがあるので前は結構重いような気がするんですが、ヘッドバンドはね後ろにしかついていないんですが、アタッチメントでこっち側の横のバンドがあるみたいです。まあ、それもね多分別売りになるのでまた高そうですけどそういったオプションもあるそうです。重さとかねまだ不明ですが、発売近くなったら明かされていくのかなと思います。やっぱり重いとね首が疲れてしまったりとか、なんか長時間するのが辛いってなっちゃうと思うので、軽ければ軽いほどいいと思いますが、気になるポイントだと思います。重要なプライバシーとセキュリティですが、プライバシーとセキュリティについてやっぱりアップルはいつもめちゃめちゃ気にしてくれていますが、今回のヘッドセットってめちゃくちゃいっぱい情報が入っていくのでその辺も気になるポイントだと思うんですが、まずねなんかフェイス ID 的なログインしたりとかパスワードを入力するときに使う新しいオプティック ID という方法が追加されていて、これは目の光彩をスキャンしているので、本当なんか SF 映画でよく秘密のドアとかに入るときに光彩スキャンみたいなのやりますけど、そんな感じで光彩をスキャンしてフェイス ID のように何かしらアンロックしたりすることができます。でもちろんこの情報全部オンデバイスなので、アップルにその光彩の情報が
送信されたりとかアプリに送信されたりということはありません。おそらく M2 のセキュアアンクラーフっていうセキュリティを司っている部分があるんですけど、そこに多分ねエンクリプトされていて、そのインターネットとかを介さずに使っています。あとそのセンサーとかカメラで得た情報、これもやっぱり家の中で使ったりするときに家の様子が全部使われてるっていうのはちょっと怖いと思うんですが、それも全てオンデバイスで処理されています。そしてさっきも言っていた目線で UI をコントロールするときも、このアイトラッキング情報もアプリ側とかウェブサイトにシェアされることなくて、例えば目で追ってその選択するときに選択したみたいな、なのでパソコンでいうところがクリックしたとか iPhone でタップしたみたいな情報はもちろん送信しないとその次のページに行ったりできないので、そこは送信されるんですけど、どこを見てたとかどこをどれだけの長さ見てたみたいな情報は送信されません。気になる発売と価格ですが、価格が$3,499で、発売が US で来年の初旬に開始します。日本は含まれるかどうかまだわからないですが、他の国や地域では来年の後半から発売開始になります。$3,499はおそらく円だと50万円超えると思います。まあ、それを高いと思うか安いと思うかちょっとそれは人によると思いますけど、でもね MacBook Pro とかとそんなに変わんないから、そう思うと安いのかなと思ってしまう部分はあります。私の感想としてはやっぱり新しい空間コンピューターというジャンルということで iPhone 以来の大革命になりそうな予感がしています。私は今日実機を見ることはできたんですが、実際に触ったりとかかけて体験したりとかっていうことはできなかったんですが、実際に体験した人の話によるとこの世のものとは思えないという感想だったんですね。この世のものとは思えないって思ったことってあんまないじゃないですか。普通に生きていてこの世のものとは思えないなってっていう感想が出ることってあんまないと思うので、その感想が出るっていうことは相当すごいんだなと思いました。もちろんね VR ヘッドセットとか持ってるし使ったことあるんですけど、まあすごいけど そんななんかめっちゃ感動するっていうほどではないので、ビジョンプロはそのちょっと別次元に没入感があったりとか、すごくそのディスプレイが綺麗だったりとかっていうのがあるのかなと思っています。本当に SF 映画とかドラマで見ていたような世界が広がっていく感じがして、テクノロジー好きとしてはねワクワクせざるを得ないですよね。実際に早く使ってみることめちゃめちゃ楽しみにしています。皆さんはビジョンプロどう思いましたか？感想、コメント、疑問に思っていることとかあればぜひコメントで教えていただければ、またねフォローアップできるところはしていきたいと思います。もしこの動画面白いと思っていただけたら、いいね評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。I'm having a time of my life.